アメリカで開催された学会におけるマクミラン出版社の展示ブースマクミランのロゴマクミラン。出版社はイギリスの出版社。本社はロンドンにあり、世界各地に子会社、関連会社がある。マクミラン出版社は1843年にスコットランド出身のマクミラン兄弟が創業し、クリスティーナ・ロセッティ、ルイス・キャロル、アルフレッド・テニスン、トーマス・ハーリー、 ラドヤード・キップリングなどの文学作品を出版している。文学以外では、ネイチャー、ニューグローブ世界音楽大辞典などを発刊している。同出版社はずっと独立系の出版社であったが、1995年にはドイツのメディアグループであるホルツブリンク出版グループが株式の70%を得て子会社化し、1999年には残りの株式もすべて得ている。 同出版社はニューヨークに支店を開いたが、1896年には売却されてマクミラン会社として業務を続けた。しかし、1954年にはマクミラン出版社はアメリカ市場に再登場し、1964年にはハロルド・マクミランがイギリスの首相を退任後、1986年まで会長を務めた。 1998年にピアソンがマクミラン会社を買い、それを2001年にホルツブリンク出版グループへ譲っている。マクミラン会社、マクミラン出版社、マクミラン出版社見学。ありがとうございます。